今回は、トヨタの、ウィッシュに乗りました。2003年に、当時人気だった、ホンダの、ストリームを追いかけるような形でデビューし、2009年にフルモデルチェンジを受けたものの、ミニバンの主流が、ハイト系に移ったことなどを理由に、2017年に販売が終了しました。後継車種として、先日紹介した、プリウスアルファが当てがわれているようです。個人的に、この車の最大のトピックは、上位グレード、および四輪駆動モデルにおいて、後輪、ダブルウィッシュボーン式、サスペンションが採用されているということだと思っています。ご覧の通り、5ナンバー枠に収められた、ミニバンとしてはコンパクトなボディ、スライドドアではなく、ヒンジ式を採用し、背の高さも抑えられ、スポーティーな走りを予感させるスタイリングも相まって、ドライバビリティの高さを期待してしまいます。今回お借りしたのは、四輪駆動ですので、ダブルウィッシュボーン式、サスペンションによる足回りにも、少し期待が持てるかもしれません。今回乗車した車には、ダンロップの、ウィンターマックス、冬用の、スタッドレスタイヤが装着されていました。ホイールは15インチです。内装を見ていきます。下位グレードですので、あまり参考にはできませんが、エスティマと同様、曲線基調で、楕円の造形が各所に見られます。ただ、エスティマほど未来的というわけではなく、どちらかといえばスポーティーなイメージです。アクセルペダルは吊り下げ式で、パーキングブレーキは足踏み式です。収納スペースは、グローブボックスの上に、ちょっとした段がついています。セレクトレバーはゲート式で、インパネ内蔵です。トランスミッションは、2代目で、日本仕様の場合、すべて CVT となります。7速の疑似変速もついており、上位モデルにはパドルシフトも備わります。2列目に乗ってみます。身長176cm の私が、適切なドライビングポジションを取り、かつ、2列目を一番後ろに下げた状態では、膝回りにはかなり余裕があります。さすがに車の大きさが違う、エスティマのように、シアター席となっているわけではありませんが、窓も大きく、開放感があり、ファミリーカーらしい親しみやすさも感じます。3列目に乗ってみます。現代のトヨタの3列シート車、例えば、ボクシーや、シエンタとは異なり、かなり乗り込みづらく、体をよじらせて、ねじ込むような格好になります。2列目を後ろに下げた状態では、とてもじゃありませんが座れませんし、前に出しても膝回りは狭く、また、座面も低いので、体育座りのような格好になってしまいます。降りる時も、レバーを手前に引っ張りながら、座席を前に押すという、高度な技を要求されます。2列目を倒してテーブルにし、3列目に座って、くつろぐということもできますが、今時のミニバンや、プチバンなら、新幹線のように、座席に内蔵されたテーブルを使えばこと足りるかなと思います。ラゲッジスペースを見ていきます。3列目を使用した状態でも、日常的な買い物であればなんとかなりそうです。床下にも収納スペースがあり、四輪駆動のダブルウィッシュボーン式サスペンションを搭載したミニバンとしては、大したものだと思います。当然ながら、3列目を倒せば、広大なスペースが広がりますし、もっと長いものを積載したい場合は、2列目まで倒すこともできます。
人は、直列4気筒の DOHC-1800cc の自然吸気で、最高出力130馬力、最大トルク 16.4 キロを発生します。この 1.8 リッターのほか、2リッターのモデルも用意されていますが、四輪駆動はすべて 1.8 リッターです。それでは、ウィッシュの走りや乗り心地については、後編で検証していきます。